こんにちは。ということで、ぜひ皆さん遊びに来てください。ありがとうございました。ということで、次の曲、皆さんに踊っていただきたいと思います。ヤングマン BMC という曲を歌わせていただきますが、まさにトレンドが吹きます。俺たちはボーイじゃんね、そういう曲です。また呼んでください、ぜひ。これがね、この、まあ、今回のフェスが第1回目なんで、2度3度もね、続くといいよね。これから2度3度 ね、ま、ぜひボイメンはレギュラーでお願いします。まあ、でもこんな街のど真ん中で花火っていうね、これ斬新な取り組みだし、僕らも名古屋の街を盛り上げたいということで10年以上活動してきましたけど、はい、これすごい共鳴反応が起こるね、感じだったと思うんで、今日も楽しんでいただいて、はい、またお会いしましょう。ありがとうございました。またお会いしましょう。ご協力いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。すごい元気なライブで、ああ、元気しかないです。繊細さはあんまりない。本当に楽しかったです。ありがとうございます。またまた。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大体準備の方は終わったんですけど、最終チェックで。今日はそうですね、あの風もなくて、すごいクリアに綺麗に見えると思います。そして何歳ですか？3歳です。3歳です。そして隣のおじさんが30歳です。30歳です。それではベビーファーストショーの発表お願いします。発表させていただきます。ベビーファーストショーは5番のノッチさんです。おめでとうございます。商品の方を、はい、お願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとう。やったね。はい、はい、おめでとう。ありがとう。おめでとう。じゃあよかったら、はい、それでは BMK のステージスタートです。うん、ありがとうございました。よく頑張ったね。びっくりした。よかったよ。なんかメンバー多いと思った。こっちも嫌いじゃなくていいんですよ。ありがとうございます。すごく、まあ、すごくね、綺麗だと思いますので、会場の皆さん、写真をね、たくさん撮っていただいて、そしてね、ハッシュタグ、ポップカルチャー花火フェスというね、ハッシュタグをつけて、たくさん SNS に投稿してください。さあ、それでは、花火
都市型花見ミュージックショーのカウントダウン行きましょう。お願いします。9 8 7 6 5 4 3 2 1。ありがとうございました。本当に月菜ちゃんって書いてある。すごい良かったです。ありがとうございます。